浩司です。一水会の中村雄二先生、この度二点海流に昇進されました。それを記念して個展をやられるそうです。そのご案内を、それではまず日展の絵から見ていきたいと思います。先生は昔は生物を描いてみましたが、ある時期からずっと人物に変わられました。ずっと娘さんを描いておられましたけども、今回は娘さんじゃないと思います。続いて一水会の今年第82回の絵を見ていきたいと思います。こちらやはり人物ました時は生物を描かれておられましたが、その奥行き感、立体感に私は惹かれて教えをもらうようになっております。古典ではお皿に描くアート、ちょっと私も見たことないんですけど、それの実演といただけるそうですよ。お皿に立体的に食べ物の絵を描いて、実はお皿しかないという、皆さん見に行ってください。お願いいたします。